まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ゴールシーン振り返っていかがですか。そうですね、自分の前にスペースがあったので、サイドバックとしてゴールも取りたかったので、迷わずあそこ走れたのが良かったかなと思います。今日はどんな意識で試合に臨みましたか。チーム中断明けからすごくいい状態になってきたので、本当今日のテーマは主導権握るってことだったんですけど、こうなかなか前半からやろうとしているところがちょっとできなかったので、もっともっと主導権取って、自分たちのサッカーできるようになれば、もっともっと順位が上げられるようになりますし、勝ち星をもっと積み上げられるかなというふうに思います。次節に向けて意気込みをお願いします。まだ今年ホームで勝ってないんで、本当に、たくさんホームお客さん来てくれる中で、不甲斐ない戦いが結果が続いているので、ぜひ結果を本当に求めて、ホームのサポーターファンの方と、喜びたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。